GTO の回路図記号もう一つの GTO サイリスタの回路記号。右側が最もポピュラーであるゲートターンオフサイリスタは、自己証拠阻止の一種で、ゲートに逆方向の電流を流すことにより、ターンオフできる機能を持つサイリスタである。サイリスタの仮想度電極を多数の島に分割し、その周りをゲート電極で囲む構造にすることにより、 負のゲート電流を流した時にアノード仮想度間のキャリア電流が引き抜かれやすくなるように改良したものと考えれば良い。言い換えれば小電流のサイリスタが多数並列に接続されたものである。一般のサイリスタを定格の10分の1程度で使用する領域では GTO サイリスタのようにマイナスゲート信号でターンオフすることが可能である。誘導電動機を駆動するインバータの スイッチング用素子として1977年に初めて使用され、以後工業分野や電気鉄道などに多用されてきたが、2000年代以降では、絶縁ゲートバイポーラトランジスタにその地位を譲りつつ、ある。理由としては、以下が挙げられる。日本においては、最盛期では、充電3社はじめ7から8社が製造し、製品化していたが、現在はすべて生産を終了している。 ありがとうございます。